こわもてで知られる大統領の自宅で安倍総理は朝食を共にしました。安倍総理は今朝、フィリピン南部のダバオにあるドゥテルテ大統領の自宅に招かれ、朝食を共にしました。こちらが朝食のメニューです。バナナの花を使ったサラダなど、地元でよく知られた食材が振る舞われました。大統領の自宅に海外の要人が訪れたのは初めてで、寝室にも案内される歓迎ぶりでした。ダバオではフィリピンの国鳥のワシに総理が桜と名付ける式典も開かれました。日本としては関係の親密化を印象付け、周辺国の取り込みを図って海洋進出を続ける中国を牽制する狙いもあるとみられます。安倍総理はこの後オーストラリアなど3カ国を歴訪する予定です。